しつけっていうのはね、はい、もう絶対ダメやなっていうね。まあ、セリーグの野球やられようとした感じが、ね、大きな野球ですね。パリーグですね。ヒットやっぱり2500本ぐらい打ってますのでね。名選手は名監督だとか、はい、あんまり指導者になれないなんていうような言葉もありますけども、はい、こういうことは言っちゃいけねえなとか、こういう指導者になりたくないなとか、こういう指導者になりたいなっていう信念みたいなのはどんなのがありましたか？押し付けっていうのはね、はい、もう絶対ダメやなっていうね。この年齢でそういうことは言える人いないですよ。みんな押し付けるんですよ、はい、俺の言うことを聞かなきゃ使わないって言うんですよ18で、まあ、4番なんですけど、はい、その時のやっぱり自分の考えがね、はい、監督はやっぱ押し付けなかったっていうね。何か困ったら自分で質問していきなさいっていうね、はい、教育を受けましたよね。で僕の時はね、やっぱり千葉さんが最初の監督やったですからね。あ、千葉茂さんと、はい、どっちか言うたらこの短く持ってちょんちょんと打つバッターで、はい、でベッドさんやのはやっぱり、はい、豪快にね、やっぱホームラン打者っていうね、はい、あれあったので、だからその監督によって違うっていうね。僕は千葉さんやったら整理リストに載ってたんですよ。はい、うん、でアプリ、まあ、アクとしても千葉さんがやるということで、はい、でもう整理って、もうテスト生みたいだったですからね、はい、もう整理っていうね。でベトさんがパーンと変わってくれたんですよね。そういうあれさ、運命ってありますね。ありますね。はい、あ、僕は大した選手じゃなかったんですけども、はい、5年しかやってないんです、はい、で1年目の上田監督は、はい、行けっていう感じで、はい、ああ見えても2人になると、佐藤、俺はオリックスは地味だからな、どんどん喋っていいんだ、どんどん喋っていいんだぞってやれやれっていう人だったんです、はい、で2年目3年目4年目ってちょっと土井監督の時代があって、はい、ちょっと僕も拗ねちゃった部分があって、で5年目大木監督になって、芸能界頑張れってこういう、やっぱり指導者って人生って、ただその土井監督の3年間のおかげで、はい、講演会ネタで、はい、やっぱり3監督によって3年かかったですか？あ、3年です。5年間で、はい、はい、そういう時代でして、さあそこでコーチになりまして、はい、初めて手掛けた選手っていうのはどなたなんですか？大久保と田辺をファームの方に預けるから、はいはい、ファームでそれを、ね、見えていうね、はいはい、ことで、で次の年に京原が入ってくるから上上がれっていう、はいはい、デイブ君からはちらっと話聞いたことあるんですけども、本当にこのバットから手が指がこう取れなくなるまで振らされたというああいうふうに聞いてたんですけど、はい、どのぐらいの練習だったんですか？はい、僕ここに、はい、血がもうやっぱり滲むっていうね、はい、手にこうテープ巻いたって言ってましたよ、ね、巻くようなね、はい、離れんように、はい、そのデイブ君を初めて見た印象、はい、ここを直せば使えるぞ、はい、ここをこう鍛えれば使えるぞ。僕はね、はい、やっぱり自分の17、18の時と比べて、はい、あ、もう全然違うな、こいつら上やなっていうね、はい、もう感じを受けましたよね。あ、だから僕の自分もやっぱり教えるために、うん、自分より上か下かっていうね、うん、あれを見るんですよね。自分の年齢の時より、あ、年齢の時はるかに、デーブ君はるかに上ですよ、清原にしてもね。へえ、じゃああとは数増やすよっていう考えだったんですか？そうなんですよ。あとはもう振ってね、振って振りまくれっていうね、で翌年清原という、はい、あれはもうテレビで高校野球 PL の見てましたけども、本当にほうき振るような感じでしたね、はい、甲子園は清原のためにあるのかとはいう、はい、やっぱり金属バットですけども、やっぱり彼は木のバットで練習してたみたいですね、はい、もうだから帰ってきた時ね、はい、もうしなりがあったりですよね、体に、はい、はあ、体にやっぱりピュッと来てももう、うん、っていうしなりがあったんだけど、はあ、体が大きいなるに失礼て、はい、力っていうね。ですからライオンズ時代が一番いいバッティングしてましたよね。そうです。ちょっと肩より低い位置かなんかにこう、はい、この辺構えてて、本当にピュッっていう、はい、それで飛んでいって出てくるんですよね。で追い込まれたらやっぱりライオンズっていうチームですから、はい、あっちにコンって、はい、ジャイアンツになってこられちゃったんですよあれは残念でしたね。あれはね、外人に負けちゃないっていうね、はい、あれでも体をこないしたからね、はい、あれさ、野村監督はホームランは100メートルなんだから、
100メートル飛べばいいんだっていう考えでしたよね。清原はカーパーに当てなきゃ納得いかないという。いやね、まあ、同じ現役で彼が入ってきた時に、はい、もう全方向にホームランを打てるんです。そうですね。で、彼はあの無冠の帝王でしょ、はい、なぜなのかなって不思議で仕方がないんですよ、はい、どうしてその入ってきた時のバッティングをずっと続けてですね、はい、やらなかったのかを不思議で仕方がなかったんですよ、はい、なんで変えていったのかなって思って、ね、じゃあ土井さん、そのバッティングコーチということでしたけども、はい、やりづらかった監督とかやりやすかった監督とかってありますか？台本に書いてあるんですよ。あの監督はね、やっぱりやりにくかったのはやっぱり森さんですよね。やりづらかった、はい、どのようなところまでなんですか？今ハワイにいるので大丈夫だと思うんですけど。いやもうそれはもう打てんかった打てんでこう、うん、な言うし、ああコーチどうなってるんだって、はいはい、でもうちょっと辛抱しようはいを言うても辛抱しきれい、まあ、あの上昇あの分野ですからね、はい、そういうあれでやっぱり座ってくるやつはやっぱりなかなかね、はい、もうやっぱりベテラン連中が出てくる若手に切り替えることはやっぱりなかなか、ね、なるほどやりやすかったというやりがいがあったというか、その監督はどうですか？あとみんなやりやすかった。あ、東尾さん、まあ、僕は東尾さんがじゃあどういうようなところをやりやすかったですか？いや、作ってくれるから当たらんかっても作ってくれたので、あそれがもうちょっと押せば大丈夫やなっていうね。うん、だからもう東尾、次は伊藤勤、はい、で渡辺、みんなあの土井さんよりも若い方が、はい、まあ、ご自身ではちょっと照れくさいでしょうけど、大先輩のコーチっていうのを置くっていうのは信頼されてたんでしょうね、やっぱり十分。いや、どうですかね、はい、まあ、あの根本さんが言ったからね、根本さんもあの押し付けだと思いますよ。なるほど。じゃあ今度新井さん、はい、やりやすかった監督、やりづらかった監督って一応台本に書いてあるので、ですね、はい、ほとんどやりやすかったですけど、はい、あの中村克弘さん、はい、オリックスで GM から大木さんが勇退されて、はいはい、だった時に、はいはい、まあ、セリーグの野球やられようとした感じがあって、パ、うん、リーグなのに。あ、それはありますね、うん、このうちだとうまくやっていける自信もあるんですけど、はい、当時も僕も分かったので、はい、どういう監督もやっぱそうでしたね。そうですね、はい、パリーグの野球とセリーグの野球って知らないし、はい、で特にオリックスの選手の名前も知らなかったですから我々は、まあ、土井さんもそうです、技術指導する場合にですね、例えばヒットエンドランっていうサインでも、はいはい、大木さんや、はい、王さんでもですね、はい、まあ、ダブルプレーも仕方がないから、はい、思い切っていい打球、はい、強い打球打つようなこと、はい、要はエンドランっていうのは、はい、大きく、はい、ビッグチャンスを作るサインでもあると思うんです、はい、ところがセントラルの人っていうのは、はい、エンドランは地道に送りバントと同じぐらいのイメージがあるんですね、はい、とにかく絶対転がしてくれ、はい、あそうですね、だからワンアウト二塁、ノーアウト一塁でワンアウト一塁でも、はい、言ったらじゃあ送りバントしたらいいんじゃないっていうふうに思ったりするわけですよ。近鉄とやっぱ試合するとやたらとヒットエンドランが多かったですから、でレフト守ってるとレフト線が一塁ランナーがホームに走ってきちゃうという大きな野球がパリーグですね。あのダブルプレー OK っていう感じですよね、はい、だから大木監督がいらっしゃった時に、はい、エンドランを強く打て叩けって言われた時に、えっていうふうに、多分3年間中、うん、必ず転がせるでしょ。そうなんですね、土井さんは4番バッターですね、はい、4番バッターはその4番バッターをは育てられますね。例えば2番とか3番だとかいう時はどういうふうな指導されるんですか？まあ、でも基本は一緒なんですか？あれさん基本一緒です。でも多分土井さんもその選手を見て、はいはいはい、その選手なりに指導されてると思いますよ。なるほど。僕らもホームランはあれやけど、ヒットはやっぱり2500本ぐらい打ってますのでね、はい、ヒットを打つコツっていうんですかね、うん、それも知ってますのでね、うん、でそれはもうあの高校から の,、うん、あの18歳からの教えっていうんですかね、うん、そういうの。土井さんの現役長く見ているわけじゃないけど、うん、土井さん逆方向ヒット打たへんやん。全て引っ張りですよ。はあ、そうなんですか。外の球でも全部、うん、アウトコース来てもレフト線ファール打ちます。460何本で、はい、3本じゃあの、はい、センターの右にはないんですよ、はい、今そんなバッターってあんまりいませんね。引っ張り一辺倒でこれだけ成績上げられる方っていうのは、はい、いないと思う。どうでしょうか、あの今現役の選手で気になる教えたいなっていうような選手っていますか？
大山とか佐藤でしょうね。あ、まあ、阪神のゲームよく見てますのでね、はい、まあ、そういう、まあ、あの小さいところのグラウンドだと育つんですよ。ソフトバンクのあのチームテラス作ったので、はい、あれバッターがものすごい楽になるんで、はい、ほんならそうなってくると詰まってでも入るっていう気持ちの中でスイングしますのでね、はい、ほんなら、だから振り切るんだっていう感じ、もうそのぐらいのね、余裕でこっち寄せられるんですよね、はい、ボールが詰まってでもこっちでも入る、こっちでも入るって、はいはい、東京ドームなんか言ったらものすごいと思うので、あの中でどこでも入るっていうね。でも昔は、はい、まあ、ボールも悪ければ飛ばなかったんですよ。照明も暗く、はい、バットももう一つだったし、ボールなんて言ったらもう飛ばないんですよ。あのピーのボールということでしといてもらって、阪急なんか、はい、この水野のね、はい、飛ぶし、はい、こっちは飛ばないし、はい、柳田なんかそれでリズムあるから、はい、フライボールっていうぐらいね、はい、今メジャーリーグは野球じゃなくてショーですっていうわけですよ。メイクから連中ほとんどね、やっぱりそういうことできますよ。ちょっとそのレベルなんだ、野球界はやっぱり。